笑顔になること、はい、ありました。ありがとうございます。ちょっと押し込み出しちゃったんでね、次になっちゃうんですね、これね、なっちゃうだめ、ね、先生見てなっちゃうですね、うん、長女ですか。長女ですね。過去生でもこうリーダーシップを発揮してたので、自然に小さい頃から割とこう人をまとめるっていうのが上手なんですね。そのところも持っているし、まあ、真面目ですね。リーダーシップを発揮しつつ真面目な堅実家さんっていうか、あと努力家でもあるんですね。きちんと形にできる人ですね。めちゃめちゃ褒められてる。めちゃめちゃ、ね、まあ、ちょっとね、頑固なところもありますね。うわめっちゃ頑固ですよ。ちょっとじゃないですよ。頑固さというのは裏を返せばやっぱりこう堅実できちんと形に残すということなんですよ、うん、なので人間ってこうネガティブとポジティブ両方側面持ってるんですね。それに肉体を持ち合わせるので、だから例えば人間関係がうまくいってない時はネガティブなご自身、ちょっと頑固な自分がちょっと出てるかなっていう風に捉えてくれればいいし、うんうん、うまくいってる時はあんなと思います。うまくいってる時はバランスが取れてると思います。そっかそっかそっか、ええ、そう、ニュートラルの状態ね。一番ベストなのはニュートラル、どちらでもない状態ですから。そう、すごいね。すごいです。結構なんか作れるというか形に残せるタイプなんですね。そうなんですよ。もうあの例えば資業、資のつく仕事、会計士、弁護士というお仕事も向いてるんですよね。そう、全く考えたことないですよね。いやでもね、そんな数字が出てるんですよね。意外にそうなんだよ。本当ですか、責任感もあるし、すごい意外ですよ。ちょっと、ね、ちょっと考えてみる、ね、なんか資格を取る仕事ですね、今。私そういうなんか固いのあんまり苦手なんですけど。ということはやっぱり過去生の一番のリーダーシップが明るく陽気なという部分の方が、うん、あの過去生で経験してるんで、うん、それの方が楽なんですよ、そっちやってる方、うん、そういうことなんです。だからそこは得意分野で持ち合わせてるので、うん、はい、そこは活用しつつ、はい、この真面目でこう堅実化、はい、努力化というところを少し意識されるとまた違ったご自身が見えてくる。どうしよう、この仕事でそんななんか堅実に真面目にっていうのいやでもそれ形にすることで大事じゃないですか。大事ですよ、うんうん、形ですね。はい、わかりました。何事もじゃ形にしてきます。いただいたお仕事をきちんと受け負って形にして表現するっていう、うん、ちょっとそう、それは硬いので信頼関係を増しますよね、信頼。わかりました、ありがとうございます、はい、おさて、はい、だいぶむせてました、ね、だいぶなんか飛んでてましたよね。大丈夫、ちょっと見切れようかなぐらい。風邪にはお気をつけください。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫で す, 大丈夫です。ちょっと気を取り直して私も見てもらってもいいですか。はい、うん、どうしよう、どうしよう、私だからね、すごいドキドキする。はい、911ですね。何ですか911、ポルシェみたいですね。おー、ですね、はい、9番っていうのは平和の数字で非常にこう平和主義者なんですね。で、あの、老人とか賢者を表します。なので非常に賢い、過去生ではあの政治家だったりとか宗教家だったりとかそんなことをね経験されてるんで、人道主義者ですね。だからこう人のためにって奉仕の精神が非常にあります。すごい、そんなにないですよ多分、うん、あのリーダーシップの数字で1番という数字をお持ちなんですね、うん、1番ってこう数字を見ていただくと、うん、上にこうの伸びますね、はい、うん、1番伸びてます ね、うん、ね、上に伸びるでしょ。だからこれベクトル、方向性を表すんですよ、うんうん、ということで、まあ、男性原理、うん、要するに男性原理というのは他者を差し置いてでも自分が生きようとする、上に行くというような、だからあのリーダーシップを発揮できるということなんですね。へえ、うん、それはみっちゃんにもあって私にもあって、過去生で持ってるんですよ、夏希さん。あ、私は過去生バージョン、うん、基本的には3つの数字、過去、うん、現在、未来の数字で、過去というのは得意分野、
で現在というのは、資質や性格、そして未来というのは苦手分野だったり、あと今後自分の方向性、ライフワーク、本当は自分は何がやりたいんだろうというのが分かるんですね。みっちゃんはカコゼが9番の平板。そうそうそう、ほう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 、うん、みんな仲良くみたいな、非常にホスピタリティがあるんですね。へー、おー、いい人だったんだ。だから何でもできるんですよ。あれ、そうなんですか。何でもできる人なんです。だから頼られやすいと思うし、また1番を持ちだからリーダーシップを持ってるから、で人が集まってくる、で、お世話焼き、お世話しちゃう。パパ自信ないけど褒められてる。いやいや、でも無意識で何気なくこう無意識にされてますよ、自分のことって分かんないですね。分かんない。でもなんか言われると頑張ろうって思いますね。すごい、3つの数字面白いね。面白い、